ライブナウです。本日トヨタがですねオーストラリアで水素エンジンを搭載したハイエースを、実証実験を行うという、発表があったんですが、今これ後ろから走ってきたのはですね、その実証実験車になります。はい、日本とオーストラリア、2台が、ね、走るということなんですが、1台はまさにこういうことで今、はい、通り過ぎてきました、はい、これからね実はちょっと乗れるということなんで、乗り味乗り心地確かめてみたいと思います。この水素エンジンハイエースなんですが、最大の特徴は海外で展開しているこのハイエースのパッケージングそのままに水素エンジンに対応してきたということですね。はい、エンジンはディーゼルなんですけど、本来はねこれが V6、3.5 リッターに変更されています。それの、気体水素のエンジンですね。はい、はい、今スーパー耐久走ってない気体ですけど、気体水素のまあもう実績がある、開発の進んでる気体水素のエンジンを積んでいます。で、そうまさに、エンジンルームがあって、そして床下に水素燃料タンク、さらにノックスがね、まあ、どうしても出ちゃうということで、ディーゼルの尿素 SCR を使ったノックス触媒、これがついているんですが、これ全部床下に収まってるんで、ハイエースが本来持ってるパッケージを全く犠牲にしていないというのが特徴ですね。エンジンパワーは 120kW、はい、そして最大トルクは 354Nm と発表されました。 3.5 リッターの V6 ターボが搭載されていることを考えると、スペック的にはまだ、実証実験の段階かなという感じはあるんですが、はい、あの V6 なので今こうやって走っているのを横から聞いてるだけでもラグジュアリーな音がしましたねそうですね、はい、ちなみに、トランスミッションはダイレクトシフト 1080 をそのまま積んでいるようです、はい、で他にも特徴いっぱいあって、はい、エミッション現時点でもユーロ6対応しているということです。で、まあ、ユーロ6もちろん視野に入れてるんですけど、まあ、とにかくそれができるというのは尿素 SCR 積んでるから、まあ、そこまではいけますよということがもう明らかにされているということですよね。だから今ももちろん走らせられるし、将来的な対応可能性もしっかりあるという形です。つまりこれは最初から、商用車での市販を見据えていると言っていましたが、トラックではなくてこの形で来るぞというのをここで宣言したと言っていいですかねと言っているかわからないですけど、とりあえず、まあ、試していると、はい、で特に今回オーストラリアでこれを実証実験を始めたというのは、彼の地はまず水素が豊富にあると、はい、作れるという形、はい、さらに、走行状況が過酷、うん、都市部もあれば、郊外、都市間が長いとかね、いろいろあるじゃないですか。そういうところで実験としてはフィールドとしては最高、まあ、そういういろんな、ね、要素が噛み合ってのことだそうです。そして右ハンドルです。そうですね、すぐ持ってこれそうですね。はい、はい、じゃあ乗ってみます。この床下にタンクがあるみたいですね。ちょっとタンク見てみましょう。なんか喋りましょう。今、はい、床下を見てみました。このリアタイヤの後ろ側に横向きに1本と、あとその前方ですねに縦に2本積まれています。だからやはり未来とかと同じようなレイアウトをなるべく踏襲して使ってる、はい、ということなんじゃないですかね。はい、まあ、だからまあ床下にこういうふうに積めますよということを、テストしてみたということですね。まあ、これのおかげでパッケージング的に犠牲になることが何もないということですね、はい、まあ、実際に本当に試案しようと思ったらアンダーフロアカバーぐらいつけたいなというところですけど、まあ、そんなのは、ね、できますからねという意味で言うとできるんだね、すぐにというところでしょうか。ではお邪魔します。よろしくお願いします。このセンターに、水素タンクの圧力だとかで残りの航続可能距離 86% と今書いてますね、はいはい、パワフル、加速の付きがいいですね。だって今何人乗ってますか。これ10人ぐらい乗ってると思うんですけど、ほぼほぼフル乗車だと、はい、8人かな、はい、なんで満足。例えばそのガソリンのハイエースよりも速いんではないかなと。ディーゼル並みですねこれは。そうですね、トルクパンと突きがあっていいですね。そして静か、はい、ちょっと黙っててみます。じゃあ感じていただけましたでしょうか。あの静かだし振動がやっぱ少ないですよね、うん、いや気持ちいい走りですねこれは。うわ、乗用車も欲しくなっちゃう感じの V6 エンジンですねそうですね、 V6 水素エンジン、水素エンジンが来た、縦置き V6 水素ができたということは、ということを思っちゃいますよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんな水素エンジンハイエース、なんとステアリングを握ることができることになりました、はい、行きましょうか。行ってみましょう。早速、はい、コースはさっきのテストコースそのままですはい、行きます。
まあ、そもそもハイエース自体がね、このグローバルハイエース初めてなんですけど、あ、なんかめっちゃいい車なんですけど、助手席に乗るとより静かですね、これは。これね、まあ、さっきリアシートだったんで前に来るといよいよ超快適なんですけど、もうね、立ち上がりからすごいトルクがあって、なんかこう変な振動みたいなのが全くないっていうんですかね、滑らかに速度が上がっていきます。1周目はちょっと緩めでいこうかな、はい、こんな感じですね。あの、非常に走りの質が高いっていうか、まあ、これやっぱディーゼルから乗り換えたらもう離れられなくなっちゃうだろうなと思いますね、これは。というかね、もうこれ以上はもう本当に普通のいいエンジンの乗ったハイエース、うん、すごいなんかこう特徴とかがあるわけじゃない、それはでもいい意味でもう普通に使えますよねってことですよね。あの、水素エンジンカローラの方も、まあ、目指すのはガソリンエンジンのタイムとか走りだと言ってるわけじゃないですか、はい、なので水素エンジンハイエースもつまりそういうことですね。はい、ちょっと緩やかに踏んでいってみようかな。じゃあここで直線なんでちょっと踏んでみますね。V6 らしい滑らかさが、うん、滑らかだけど豪快、あの、単に静か滑らかじゃなくて力あるって感じがするんで、これは趣味のエンジンとしても素晴らしいと思うので、ぜひ市販してほしいなということを思ってしまいますね。まあ、でもその日はなんかこう乗ってると近い感じしますよね、技術的な問題があるわけじゃないみたいなね、そんな感じしますね。じゃあ私もちょっと乗り換えて乗ってみましょう、はい、じゃあ私も運転変わってみました。あの、まあ、こうやって普通に 乗ってみた感じだと本当に今市販できるとおっしゃったのはまさにそのままですね。走りに関しては全然このまま売ってもいいというか、むしろ普通のハイエースよりもこっちの方が良いという感じなのと、軽いですねやっぱり。あの、まあ、例えばこれは BEV だったと考えたらもっと3トン超えの重さになってくるわけじゃないですか。まあ、そういう可能性はありますよね、はい、それを考えるとやっぱりあの、まあ、商用車ってダウンタイム、それから荷物詰める、その両方が大事なので、あの、水素なので、まあ、充填時間はすぐだし、で荷物は、軽ければその分積載量が増えるということになりますから。そうですね、スペース的にもこれは全然、ね、はい、いじめてないし、だから、まあ、そこがその、まあ、一発の長距離でっていうと、まあ、例えばそのディーゼルの乗り物に比べると当然短いわけですけど、それが許容できる範囲内であれば一つあの現実的な選択肢としてあり得ることになるんじゃないですか。これしかももともとこの車体はこの FC を積むためには作ってないんですよね、はい、うん、それを欲しいという声、まあ、BV 欲しい、はい、FC 欲しい、まあ、いろんな声が世界であるということで、まあ、言ってみれば急遽作ったと、はい、それでこの完成度だということなんで素晴らしいですよね。そうですね、まあ、この今のトヨタの勢いっていうか、やるぞって言ったらやってしまうパワーみたいなものがこの車宿ってるなというのを僕感じましたね。また次乗りたいですね。そうですね、長い距離というのからちょっと試してみたいですね今度ね、はい、はい、ということで、水素エンジンハイエースに乗ってきました、はい、うん、ちょっと興奮しちゃいましたね、はい、いろいろ技術の話もあるんですけど、単純に乗っていて気持ちがいいぞと。今までで一番、乗り心地がラグジュアリーなハイエースかもしれません。そうかもしれませんね、はい、あのやっぱりディーゼルよりか静かで、しかもまあこれねエンジンがさすがに V6 ターボで、はい、そうは言ってもパワートルクあるんで、そこが良かったなという、まあ、その良かったのもそうなんですけど、まあ、普通に使えるじゃんと、うん、そして気持ちよい加速、これは仕事で使う今回ね、そういうビジネスシーンというかそういうところに使ってもらってるわけですけど、やっぱりこういわゆるドライバーというかね、そういう方も疲れますから、はい、うん、あの気持ちいい車に乗りたい、当たり前ですよね。そういう意味でのいわゆる環境を良化させるというんでしょうか、はい、そういう意味でも水素エンジンは喜ばれると思うんですよ ね、実証されてるドライバーの方はみんな嬉しいんじゃないですかね、はい、あの今回そのオーストラリアのメルボルンで実証実験やってるんですけど、実際にその建設業者の方なんかと一緒に実験をするようで、だからまあ高速道路を乗ったり荷物を積んだり、本当に普通の使い方で実証実験していくようなんですね、はいはい、向こうだとしかもね給水素も自分でできますから、はい、非常に本当に普通にできると。あので水素3本タンク積んでましたから、はい、かなり航続距離もしっかりとした数字はもちろん出てないんですけども、航続距離も出るでしょうと。だから本当に普通に使えますよこれ。今エンジンルームが空いてるのでちょっと見に行ってみましょう。はい、はい、エンジンルームです。エンジンルームに特段加工することなく、
まあ、縦置き V6 3.5 リッター V が積まれているとことです、ね、入るんですね、まあ、ちなみにこのエンジン、はい、あの説明の必要ないかと思いますが LS、LX などに積まれているあのエンジンですね、はい、あのエンジンがベースということになります、はい、今ここで立っていてあの匂いに排ガスの感じがないですね。あ、なるほど、そうですね、はい、あの水蒸気しか出てないなっていうのが感じられます、はい、走り去る姿にねちょっと水蒸気が水を吹いたところだったのかなとか思ったりしたんですけど、まあ、本当に当たり前ですけどエミッションなし、はい、クリーン、まあ、特にこれね、その課題のノックスを、まあ、ディーゼルの技術ですよね、こちらをまあトヨタ持ってるわけですからこれを使ってクリアしてきたということで、まあ、なんか技術がしっかり集まったというかね、そういう車なのかなと思います。なので、まあ、基本的に今使えるもので水素エンジン車を実現していって市販化に持っていきたいという、そうですね、これだったら市販で可能性高いでしょと、はい、どうですかという問いでもあると思うんですよね、はい、あの今までの内燃エンジンから電気自動車に変えると充電のダウンタイムが必要だとか、はい、荷室が狭くなるとか、まあ、いろいろあるかもしれない、はい、でも水素しかもエンジンだったら比較的普通にこうやって置き換えができますよというのは非常に大きなアピールになるんじゃないですかね。ちょっとじゃあ水素モニターも見てみましょう。水素モニターですね、これまあ一応実証実験車ということでついているという感じですよか、はいはいはい、まず左に SOC 今 84.5、 さっき乗ってる時が 86% だったので 1.5% 減って、そこから何周しましたかね、6周ぐらいだから、私の予想では高速距離300キロ、はい、今の乗り方で、はい、と見ます、はいはい、でその先が、水素タンクのプレッシャーメガパスカルと書かれているので、タンクの入り口と出口の圧力ですね。そして一番右側にタンクと書いてあって1本ずつの温度が書かれてますね。今、まあ、あまりマニアックな話をしても皆さんが、はい、ついてこれないと思うんですけども、はい、あのこういったモニターはつけてますけど、まあ、こういう実証実験データを取って、しかもね、あの先ほども言いましたけど日本と、オーストラリアで同時に1台ずつ走らせてると、まあ、走らせられるようにしてるということで、はい、仮にこういう数値上じゃなくても、うん、オーストラリアで使っていて不具合とかが出た時に、はい、もうこちらで日本側で対処できると、でここでできた、まあ、出てきたデータをそのまま送って対処してということができるというふうに言われていました、まあ、なので2台ある、はい、ということですね。ここはもう動画の中でトヨタ中島副社長に今お願いしてしまいましょう。日本の実証実験ぜひ我々も、あ、なるほど、行動実証実験させてもらえませんかね荷物運びますか、じゃあ、はいはい、東京からトヨタまで、そうですね、はい、